メッツァトルはエストニア出身のフォークメタルバンド。ボーカル、ギター、ベース、ドラムといったベーシックなヘビーメタルバンドの編成に加えて多数の民族楽器を楽曲に組み込んでいる。またソロパートもギターではなく民族楽器によるソロが主である。ボーカルにはグロールをほとんど使用せずクリーンボーカルを基本としている。歌詞はエストニア語で歌われる内容も エストニアの土着信仰や伝説、民間伝承に影響を受けている。バンド名であるメッザトールは直訳では森の生き物の意であるが、エストニアの古語では狼を意味する言葉の一つ。古代エストニアでは狼の名を呼ぶと即座にその狼が姿を表すと信じられていたため多くの異なった単語で呼ばれていたとされる。 バンドのアルバムアートワークやビデオバイド・バブラストのアニメーションに使用されている印象的な側、はエストニアの伝説的現代アーティストユリ・アラクの作品を使用しているアルバムイーブキビの LP に付属しているポスターにはユリ・アラクによるバンドメンバーのシルクスクリーンによる絵が使われている1999年の初めにアンドルス、シルバー、マルクスの3人が メッツァトルという名称でヘビメタルバンドを発足させた。伝統的な歌詞に若干の影響を受けてはいたが、まだ構成はシンプルで、同年の秋にはデモアルバムとなるテレストミスハンギンドミーヒンジをリリースする。その直後にラウリが加入し、バンドにはセカンドギター及び複数の民族楽器のサウンドがもたらされることになる。 2001年にオリジナルメンバーであったアンドルスが脱退し、代わりにライボがベーシストとして加入。翌年2002年にプロモシングルフンジ・ルミンがビデオクリップと共にリリースされた。2004年にシルバーに代わってマルコがドラムを担当することになり、同年がアルバムヒエコだをリリース。これによりメッツトルはエストニアのメタルバンドとして前例のないレコードセールスを叩き出し、 エストニアミュージックアワードのセレモニーで2005年のベストメタルアクト賞を勝ち取った。翌年の2006年の同賞も彼らの最初のデモアルバムのアレンジ再録版となるアルバムテレストミスハンギンドミーヒーンジ1218によって獲得している。この年メッツァトルはエストニア国立男性合唱団と共にエストニアの著名な作曲家であるベリーオトルミスの傑作ナウアニードマインを演奏。 その模様は DVD に収録された。メッツァトルの3枚目のアルバムイーブキビは2008年にリリースされ、バンドにベストメタルアーティストとして、さらなるエストニアミュージックアワードをもたらした。同年に、メッツァトルは、スパインファームレコードと契約、11月にはアメリカのミネアポリスで行われた、ヒーザンクルセードメタルフェストで演奏した。2009年に、 バンドの10周年を祝して2枚組 DVD と CD のコーバコントがリリース。これは、メッツァトルの自費リリースした最後の作品となる。2010年に4枚目のアルバムヨがリリースされた。これは、フィンランドのフィンボックスとエストニアのサイナソードスタジオでレコーディングされ、伝説的プロデューサーであり、サウンドエンジニアでもあるミッコ・カーミラによって手掛けられた。2万枚以上を売り上げた。 このアルバムはその年のエストニア語のアルバムとしては最高の売り上げを記録し、再度エストニアミュージックアワードでのベストメタルアーティスト賞を約束した。このアルバムと共にメッツァトルは63のコンサートを行い40カ国を回った。世界最大のメタルフェスティバルであるドイツのバッケンオープンイヤーへも参加、フィンランドのフォークメタルバンドであるフィントロールと共に11カ国24公演の ヨーロッパツアーも行った。2011年にメッツァトルはエストニア教育科学賞による言語学演技賞にノミネートされ大統領から国外での成功を及びエストニア語の楽曲を通じたエストニア文化の普及について賞賛を受けた。2012年にはフィンランドとラトビアでコンサートを行い北米でもコルピクラーにティア、ムーンソローといった オークメタルバンドと共に1ヶ月26公演に渡るツアーを行った。同年に出演したフィンランドのメタルフェストゥスカオープニアでの公演の様子は DVD タスカに収録されている。元メンバーのシルバーは2003年のインタビューでペーガンという呼称はキリスト教的価値観から生まれた言葉であるから自分たちがそれに従う必要はないとしメッツァトルを ペーガンメタルとは呼ばないだろうと答えている。ありがとうございます。